はい、どうも皆さん、いかがお過ごしでしょうか。絶望の中生きる EDF 隊員ブレニーでございます。さて、前回は、機械の巨人、ちょっとこの機械人間のなんかちょっと大型版を倒しました。 HP はすごいあったんですけど、そんなに攻撃は思ったよりは大したことないですけどね。これがもし高難易度だったらどうなってたかと思うと、まあちょっとゾッとする面はありましたね。さて、今回はリング型宇宙船、多分一番最初にこの訪問者で出てきた宇宙船なんですけど、でっかいこの浮かんだままの何もただするつもりのないみたいなワープゲートみたいな宇宙船ですね、がいるんですけど、それを破壊しに行くということですね。どうやって破壊するんでしょうかね。ちなみに現状私の装備では無理です。浮かんだままって、だって浮かんだって言っても、だって上空3、4000メーターはいいとこで、もっと言うと山よりも高いとすれば6000メーター、対流圏成層圏が確か8キロから10キロとしても、そう、1万メートルぐらい、ジェット機並みって考えると、まず弾なんて当たらないはずなんですが、どうやって破壊するのでしょうか。行ってみましょう。レッツゴー。今日こそリングをやるぞ。ついてこい。いやいやいや、すごい。プライマーに一泡吹かせてやる。あの船を落として。奴らは慌てるだろう。俺たちの反撃にな。リング撃墜作戦開始だ。リングは敵船に守られている。慎重に前進する。これ。なんて巨大な船だ。勝てるわけない。分かってる。とっくに負けてるんだ。大型船まで集まってやがる。どうにもならねえぞ。行ってみようじゃないか。とりあえず、みんなは知らないだろうが、リングの真下にはあの装置がある。リングの真下を目指そう。装置、なんとかしないとな。こいつはなんか知ってんな。わからねえ。機械人間が降りてくるぞ。機械人間はリングを守る気だ。まず奴らを排除するぞ。なんかすごい。これで正解だ。やはり今日だ。どういうことだ。なのか。やばすぎ。
けながら、ただ弾がついてきてねえな、ギリギリ。どんな金属でできてんだろうな。人間が知るような物質じゃないのかな。ここが始まりだ。どういうこと？リングの真下だ。赤く光る装置が。いやいや、ついてきてるぞ、普通に。真下にね、すまん。いやー、これどうかな。右から攻めた方がいいだろう。ちょっとずつノーマルで倒せるうちだったら、これ多分この集団から落とすべき。命令してくる感じの割にちゃんと俺についてきてくれる隊員。なんだよこいつよ。じゃあどうせ。いや、見たい見たいけど、そういうとこじゃねえな。ああ、一番最初と同じ展開になってる。
て、私には過ぎた妻だった。さっさと始める。集中しろ、始まるぞ。許さろ。ダメだよ、全然違う。なんか普通にあれだな、戦車がすげえひっくり返ってるし、ここ結構これあれだな。光る装置がある。見ろ、リングの真下に何かあるぞ。赤く光ってる。何だ、装置なのか。とりあえず敵を多分。赤く光る装置を攻撃してくれ。どこ？何をしている？リングの真下だぞ。あれか。早く戻れ。構うなよ。あの装置を壊せ。さすが科学者だ。なんだなんだ？なにこれ、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って。え、どういうこと？ここからもしかしてこれ。え、なにこれ。え、ここから始まる。え、待って、装備全然違うし。え、なにこれ。え、マジ。ちょっと待って、ちょっと何が起こったんだこれ。なにこれ、装備が全然違うじゃん。え、もしかしてこれ今までは何、過去のそういうあれを見ていただけなの？もしかしてだから、急にこれあれでしょ、 ADF5 の入隊。そう、最初はあの時は、そう、前作は一般人だったんですよね。で、10
何個か目のミッションで入隊おめでとうございますって言って、初ミッションでこの大型円盤を撃墜するっていうミッションだったはずです。ってことは、え、どうなってんのこれ。あ、武器が180ミリ砲まで使えるようになってる。マジ？ははー、なるほどなるほど。戦車でしょ、こんなえ、でもこの辺の装備は全部使える。え、どういうことなんだこれ。やべえ、全然時系列とかわかんない。からですか。いやー、これはいいですね。でもこれカラー変更とか、多分カラー変更があれされてない。レンジャー、あー、全体的にもう装備が全然違うじゃんへえ、そういう感じですか今回も。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。どうやら リング型を何かやったら何で時系列が変わったんですかね。この全然違うことになりましたね。過去に飛んだんですかね、もしかしたら。だって3年前って言ってて、全然わからんな。まあいいや、次はなんかまた別ミッションやるらしいのでぜひ見に来ていただければと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。 See you!